市屋陽一は、日本の政治家。長野県上田市長。長野県上田市出身。上田市立北小学校。上田市立第三中学校。長野県上田高等学校を経て、1981年、早稲田大学第一文学部教育学専攻卒業。上田市役所に入庁。1990年、退職。1991年、上田市議会議員に初当選。 2003年に4期目の当選。2006年3月6日、旧上田市は、小さ型郡マリコ町、サナダ町、竹志村と新設合併と行い、新上田市が誕生する。同年4月の市議選で当選。2014年の市議選で、旧市時代を合わせて7回目の当選を果たす。2017年12月31日、市議を辞職。2018年1月19日、 任期満了に伴う上田市長選挙に立候補する意向を表明した。同年3月25日に行われた市長選で現職の流れ総一市長から後継者指名を受けた元衆議院議員の寺島義幸元日本共産党市議の金井忠和を破り初当選を果たした。4月9日市長就任選挙の結果は以下の通り当日有権者数 129,529人、最終投票率 58.、58.14%。ありがとうございます。